こんにちは、千早です。マリオメーカー2やっていきたいと思います。モストリヒカルと死の回廊やっていきましょう。難易度は最高クラス、隠しブロックは一切ありません。実力のみでクリア目指してくださいと。隠しブロックないって書かれるとあるんじゃねえかって邪推してしまいますが、まあきっとないんでしょう。ないと信じていきましょう。そして一応分けありコースの可能性もあるんで自分で注意ね。オフオフオフ、なるほど、これはボム兵待ちだな。ちょうど音符が切り替わるようになってんだな。 OK です。さあ行きましょう。届くよね、怖っ。OK、 このハテナ必要なんだろうな。まあ取るのそんなに難しくないから取ります。はい、キノコを回収してキノコとキノコで取って OK。 あ、必要だったんだ。あー、これは無理だな、食らっていいんだ。なるほど、ピース A を押すとボム兵が出てきて、あれ、あ、待って、これ行かなきゃいけなかったかもしんない。復活する、復活する。あ、オッケーオッケー、これでいいんだね。はい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 、これ一回見せたら終わりだよ。明日の状況ちょっと見えるとこまで下がって、もう一個下がって、足場があるかどうかちょっと確認しないと。はい、いや見えねえ、ここにおります。あー、危ねえ、よかった。オッケー、はいはい、そうそう、マグマ地帯じゃないこれ、大丈夫、一応確認する。あ、大丈夫そうですね。上もあったけど、んー、ここはなんだ。そのコインはさ、床があるよってことを多分示してくれてるよね。え、多分ドッスン左から右に移動するんだろこいつら。だな。あー、しまった、焦った、よかったんだ、止まって。あ、そーれっと、ここかな。オッケー、で鍵が必要なんだな、絶対そうだよ、絶対鍵必要だよこれ。ほい、足場作って作って、ほいほいほい、いけるんだったら行っちゃった方がいい。余計なことしないで、いけるんだったら行っちゃった方がいい。一回冷静にかわして、怖っ。オッケー、ゴー、よし。みんなさ、夏休みどうなんの、夏休みちゃんと取れるの。やめて、こっち来ないで、結構、待て、どういうこと、ふぅ、反応悪すぎ。オッケー、ほいほい、うわー、まずい。オッケー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 、で、スター取って、ドア入って、ゴールだね。おーし、ゴールしたんじゃないの。みんな夏休みほぼなくなるんでしょ。死んだ死んだ、クリアしたと思った。マジかよ。いや、俺にとってさ、みんなの夏休みって結構大事なんだよ。みんなの夏休み状況めっちゃ大事。社会人の方とか、まあお盆休みあるか、さすがにあるよな。でもきっと学校あるだろうね。ね、今とかもさ、もしかして俺の住んでる地域の私立高校だけかもしれないけど、なんか午前中、9時、12時、3時みたいな感じで登校時間分かれてたりする？まあ、9時、12時かな？ 3 時はないか。普通に考えると。もしかして登校時間分かれてない？俺昨日、高校の前通る機会があったんだけどさ、12時くらいに登校してんのよ、高校生たちが。男子高校生、女子高校生たちが。で、これ、親？と思って、まさかと思って、もしかしてそういう状況なんじゃないかなって、今ふと思ったんだけど、もしかして学年別で分かれてたりする？今そういうことになってるのかな。ほっ。一応リスクヘッジしてる。ああ、よーし、行くぞ。あのさ、最後のスターのとこがちょっと不安なんだよな、ここ。いやー、なんかスタート悪かったなって感じしたら一回戻るか。はい。オッケー。ここは左走りっぱで。まあ、敵にぶつからないようにすれば大丈夫でしょう。スターちょっと残しておけばいいんだよ。オッケー。ポンポンポン。あ、いけるわ、余裕だ。全然余裕だったわ。そうか、俺スタートが悪かったんだな、さっき。ちょっとみんなの夏休み状況とか分かったら教えてほしい、コメントなんで。よろしく。たはは、クリア者先に出た。そんなクリア者先に出ちゃったよ。これあるあるだよな、ほんと。頭使ってね、2、やっていきたいと思います。一回だけ挑戦して、おやおやってなったやつね、これ。
クリアできそうじゃんこれ。でもね、え、できた、なんでさ、この前できなかったのに。ほら、死ぬでしょ。普通に歩いていくと死ぬんだよね。これあれか、パクパクしてるとこの、閉じてる時にゴールできればいいのかな。いや、無理だろ、これ。でもできた。いや、でも今狙って入ったわけじゃない。これすごいな。え、これ多分閉じてる時に当たり判定がちっちゃくなってるってことだよね。きっとそうだと思うんだけど。じゃあ、運が良ければ、運が良ければ走ってもゴールできるのかな。あ、できない。開いてるね、今は。今開いてる判定だよね。ほっ、ちょっと遅れて走り始め。あ、閉じてる時でもダメだ。じゃあこれ走っちゃダメなんだ。じゃあゆっくり行けばゴールできるってこと？そういうこと？ゆっくりなんかこんな感じでちょこ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 行けば。そういうわけでもない。さっきなんでクリアできたんだ。なんで？なぜゴールできた？わかんない。全然わかんない。死ぬね。わかんない、これ。どういうことなんだろう？なんでゴールできたんだ？開いてる、開いてるじゃない、開いてるとかじゃないね、これね。やられる。わかんない。わかる人います？これ。すごくね？どういうこと？一回目たまたまクリアできちゃったけど。マジでわかんねえ。クリアできる。なんでだよ。わかんねえよ。意味わからん、これ。高評価チャレンジ、人気ランキングとても難しい第1位のコースです。クリア率 1.48%、6回以内にクリアしたらぜひ、高評価お願いいたします。いや、これ無理だな、6回。7回以内にクリアしたら、6回で頑張ってみましょう。行きましょう。クリア率20万分の、3000？ 2000 かな ?3000、2000だから、1.48% ぐらいか。おう。いや、もうこの時点で罪じゃん。もう積んでんだよ。不用意にやっちゃダメと。こうなって、こうです。オッケー。反応！オッケー、大丈夫でした。中、あ、これはもう中身。右に出して、踏むだけ。これは簡単だね。これは大丈夫。これはいける。2回踏んで2回目でぶつけて、自分はあそこに挟まれないようにしなきゃいけないのか。こんな、オッケー！オッケーオッケーオッケー。3面クリア、4面中間、これはボム兵2回だな。1、2、OK! 4面クリア、待ち時間です。今のうちにギミックを理解したい。なるほど。メットを1回踏んで、ボックスのところで1回踏むって感じかな。ポン、ポン、OK! 5面クリア、6面いきます。これは連続 P じゃん。そんなに難しいあれではない。はい。7面いきます。お、切り替えて、中間ゲット。了解した。亀踏んで、右に中身出しつつ、スロップ踏みながら甲羅ゲットして、多分その先に音符あるだろう。ほっ。思った通り、スタートしちゃった！ 2 回踏むパターンでした！危ね。ドスの先がわかんねえ。ここはもう、あ、判断ゲー。判断ゲーでした！止まってよかった、しまった、やらかすな、もったいね。ひえー、3回目のトライです。いきます。はいはい、ドッスン発動、止まります。多分同じことまたやるはず。多分ボックスが置いてあるんだろ。思った通りでした。ちくしょう。そうか、パクオか。いや、さすがに最終面だろ、これ。難しすぎる。一気に難易度上がりすぎだ。ほっ。あぶね。よしよし。ほい。ここ。で、これ。で、これ。からのスピ。うん。うわー、マジか。それは下手。俺、リーチじゃないこれ。これ6回目じゃないか ?5 か6か。いや、もうこれ6回目のつもりでクリアしに行く。ちょっと本気出します。ダサすぎだろ、それ。いや、もう、これがリーチだと信じて本気出すしかないね。ちょっと5回目マジダサすぎた。はい。よく見て、OK。本気出した時の集中力。半端じゃないっすよ、俺。
半端じゃねえ。半端じゃねえ。半端じゃねえんだよな。オッケー。いや、でもこれで、もう、アウトだったら罪なんだけど。え、まだある！嘘だろ？マジか。まあでも、ピーザは大丈夫。オッケー！お疲れしたー。多分クリアしたと思うけど、わかんねえ。自信ねえ。クリアしてたらぜひ、高評価お願いします。こちらコメント欄にあった ID です。僕のコースもやってほしいです。ぜひよろしくお願いします。頑張ってね、わらわらって。煽ってくんな。コメントありがとう。なるほどね。これ矢印だね。え？あれかな？羽かなんか裏面でゲットしてきて。いや、違うな。これドッスンだな。これ、どっちだろう？最後のドッスン。ドッスン、パラシュート付きのと、パラシュートのない、つまり速度の速いドッスンと、ゆっくりのドッスンと2パターンあるんですけど、これはきついかなー。ベストタイム6分だからね。これ多分初見殺し系コースだろうな。なるほど、中間あるんだね。了解した。中間あるんだったら、パラシュートじゃない方でやろうかな、最後は。頭に入れながらやっていきましょう。こんな？ OK, OK。これでいこう。はい。まず、まあまあまあ。まずはドア。もう中間もらえるのか。オフ！そうか。まさかの、これは、騙しコース。まさかのトロール。あ、トロールなんだ。オッケーオッケーオッケー。タイトルにトロールとかそういうのなかったよね、一切ね。あ、A か。まあ、トロールっちゃトロールか。どっかで絶対はめてくるのはわかってるので。あ、よし。お前そんな端っこで。なんか普通に進むのは違う気がするな。でもこれもう戻れないっすもんね。だよね。これ乗っていく。上行きます。じゃなくてどこに入ります。で、そっか、ここに行くのか。で、ドッスン乗りまして、右行ってもらいまして。OK。よし、取られないように。OK。からの、俺の感覚が正しければ、あれ、ここ右、あ、違うわ。こっから右飛びは届かないわ。青い土管で入るか、緑の土管を入るか。青入りたくなるよね、色違うしね。まあまあまあ、やられてもいいや。ここは青土管行こう。これはもうしょうがない。二択みたいなもんだから。なるほど、ちょっと待ってね。ヨッシーで行くのちょっと、あれが、時間がかかりそうなんで、ここは、こっち。入れない！まあ、大丈夫。スターが切れてもいける。これは。あ、行けなかった！うわぁ。ね、ここにヨッシーを置いた意味があると思うんだよなぁ。もしかしてヨッシーの卵を口に含んでいくパターンかな。なんかそんな気もしないでもないけど。まあまあ、懸念しながら行こう。その辺を。あと、この、トゲの左にも行くことは可能なのか。なんかありそうだな、これな。とりあえず、青の缶入ります。OK、行きました。はい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 。オッケー、抜けた。まずいね、これ。もうちょい右。オッケー、微調整入れてきます。はい。まあまあまあ、いけてこんなもんだろう。もうちょいいけそうだけど。オッケー。入ると、赤土管につながりますよね。そうですよね。オッケー。え、じゃあ、クリアなんじゃないの？これ、よし、乗ってけるもんだって。勝ちだよ、これ。オッケー、ゴールしました。オッケー！クリアできましたー。まさかの騙しコースだったね。そうっちゃ。そうっちゃコメントありがとな。こちらもコメント欄にあった ID です。いつも投稿見てます。ありがとう。スピランを作ってみたのでやってみてください。時間は少し余ります。一つ問題点がありました。千早さんは見つけられますかと。なるほどね。逆に問題点を見つけてほしいんだ。ははー、最後こう、P スイッチの効果が。あ、これトゲか ?P、あれじゃないか。了解しました。あんまり見ないでやろうか。クリア者はもう二人出てますと。コメントありがとな。OK! 行きたいと思います。パブはここで投げなきゃいけないから、そうだよね。その雲なんだ。これは、ハテナ叩いちゃいけないんだってさ。
だからこういうことはね、ポイント取りつつ、こう。で、左に進みまして、その溝を多分隠しブロックあるからしっかりかわしていきます。なるほど、なるほど、なるほど、なるほどね、なるほど、なるほどね。やばい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 。だいぶロスタイムなので。ロス。ロス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 。半端ないロス。半端ないロス。あ、これもうさすがに無理だろうな。うえーまあ、どっちにしろ初見殺しでここは無理だったな。よし。しゃがみじゃんだぞ、しゃがみじゃん。オッケー。もう切り替えんのかな？はい。切り替えねえのかよ、ほう。なんだよ、それ。さすがにもう無理か。今んとこなんかミスらしいミスはないというか。即スピン。ふっ、オッケー、完璧。しゃがみー、オッケー。え、あ、こんな倒してけって。あー、やばい。結局だよ。はい。やばい、時間がない。8秒しかない。これはもう無理かな。ピフもなくてもいいよね、別にね。これかな、ミス。あ、これっぽいな。これだな、間違いない。ミスこれだ。あー、でも結局間に合わなかった。アウトー！時間が間に合いません。どこを改善しなきゃいけないんだ？あ、そっか、ボム兵じゃねえや。あの、坂のクリボーのとこどうやって、綺麗に登るかだな。踏んでいけんのかな？坂クリボーのところの攻略を今、頭で思い浮かべながら、やってますけど、どう行くべき？わかんない、正直、正解が。あれ、踏んでいくと多分やられると思うんだよな、登り坂だから。と思ってるんですよ。だから結構丁寧に、ちょびちょび倒していくのがやっぱいいんじゃないかな。え、ここな。オッケー。これないけるだろ。よし、オッケー。なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。しゃがみだ。オッケー。え、あぶねえ。オフ切り替えなくてよくて。はい。あー、つまん。もう。で、問題は、ここ、オッケー。ここ、綺麗に決まった。はい。しゃがみ、からの、滑って、オッケー、4体倒すわ。でかい。オッケー、しっかり踏んで。え、これ相当時間あるんじゃないですか？で、問題があると言ってたエリアはここですね。まあでも、それでも、別に間違えて踏んじゃったとしてもそんなに難しくはないというか、大丈夫かなと。さあ、今度は、14秒時間余ってますからね。これはもう勝ち組でしょう。このキノコ勝ち組。圧倒的勝ち組。下にも余裕ある。オッケー！ありがとうございます。コメントありがとう。みんなのコメント欄にあるコース、俺遊んだよっていうマークはつけてる、最近。あの、いいね押してあるから。ポチって、ハートね。ハートつけてあるから。